ちゃん、ウルトラ警備隊の隊員だろ。だったら、あれやめさせた方がいいぜ。あれあれって何よ。あれは海底の開発を研究してるシーホース号じゃない。あれがどうかしたの。すぐやめないと大変なことになるよ。海底開発センターのシーホース号が大変なことになるんだってさ。大変なことってよくわかんないわ。爆発のちょっと前に事件を予告してきた子供がいるんですけど。ずいぶん探したわよ。君なんていう名前。しんいち。なぜ海底開発センターが壊されてしまったの。ノンマルトは怒ったのさ。なぜ。海底はノンマルトを思うだもん。ノンマルトって何なの。本当の地球人さ。地球人。ずっとずっと昔、人間より前に地球に住んでいたんだ。でも人間から海に追いられてしまったのさ。人間は今では自分たちが地球人だと思ってるけど、本当は侵略者なんだ。なければならないんだ。ウルトラ警備隊のバカ野郎。我々人間より先に地球人がいたなんて、やっぱり攻撃だ。の海底都市は完全に粉砕した。我々の勝利だ。海底も我々人間のものだ。ダンとアンヌの心の中には、新一君の言った通り、ノンマルトは地球の先住民で、もし人間が地球の侵略者だったとしたら。失礼ですが、海底開発センターの遺族の方ですか。いいえ、子供を亡くしたものです。もう2年になりますわ。